宝？離れろ！さかしいネズミめ、貴様らが探しているのはこれか。我が輩にネズミ取りなんてナンセンスだぜ。偽物用意してたってのか。日本画の世界では贋作は肯定されているのだよ。なぜ変わってしまった。有名になったからか。育ての父に罪を問わなきゃならないこの痛みがお前にわかるか。思い返せばお前を預かったのはお前の母を世話した縁だったな。あの女は夫が死んだ後も絵画への情熱は失わなかった。その技術と才覚には目を見張るものがあった。だから世話をしてやることにした。お前の母も生み出した作品も全てこの私の作品だ。クソすぎる。メイドの土産に見せてやろう。本物のさゆりをな。本物？あれが本物のさゆり。まさか母さん。はあ？そりゃあそうだ。それはお前の母親が描いた自画像だからな。死期を悟った女が残していく我が子への願いを描いたもの。それがさゆりの称える表情の神秘の正体なのだ。そんな大事なもん盗みやがったのか。一目で思った。手を加えて私の名前で出せばこいつは大いに受けるとな。絵の中の赤ん坊をなぜ塗りつぶした。演出だよ。赤子を塗りつぶせば女の表情の理由が謎になる。そこに俗人は引きつけられるのだ。寄生虫じみた評論家どもも全員そう書いた。ずっと感じてた違和感、なんか今わかった。盗まれてスランプになるほど大事な絵なら複製して売ろうなんて考えるわけない。あんたは芸術なんて愛しちゃいない。本物のお宝はそっちでも、本人の実力はさっきの落書きの方ってことだな。笑えるぜクソが。あくまでも立てつくかなら、私の作品となったユウスケは私の未来のため刈り取らせてもらうぞ。そこの無礼な友人ともども、親子両方を物扱いなんてひどすぎる。フォックス、作品は一つの例外もなく潰したと。母さんもなのか。たまたま私の目の前で発作を起こした。その時思ったよ。ここで助けを呼ばず見過ごせば絵をしがらみなく手に入れられるとな。まさか見殺し。体の弱い女だ。発作でくたばっても誰も疑わない。大体ユースケ、おかしいと思わんかったか。お前が3つの当時画材を見出して引き取った。貴様を買ってやったのはさゆりの真実に気づかれてはと思ったゆえ。貴様が母さんを。母親譲りの画材は嬉しい誤算だったがな。着想をいただくなら大人よりも言い返せん子供の将来を奪った方が楽だ。お前のおかげで思いついたんだ。感謝しとるよ。ユウスケ、礼を言うぞ。マタラメ、お前を許してやる理由がたった今全て露と消えた。貴様は腐った芸術家じゃない。芸術家の皮をかぶった世にも卑しい悪鬼外道だ。
どいつもこいつも人の美術館に土足で入って好き勝手して、この世は持てる者がルールを作り、持たざる者は支配される。まして絵画の価値など全ては思い込み。美術界のルールはわしだ。わしこそ至高。わしは美術界の神なのだ。やばいぞ、下がれ。欲望のために他者を利用する貴様は、貴様が描いた絵ほどの価値もない。ジョーカー、気を抜いてはいけない。いただいて。何したのか分からんぞ。しよう。ガキどもめ。我が決意の証を見よ。エルサマン。ヘルソナ、崩壊しすぎるよ。そこか。シア、蘇生した。こいつらいっぺんに倒さないと復活すんのかよ。カジドメ、パンダ、ボールが下がってる。一斉攻撃だ。これぞ究極の演出だ。色が変わるだけじゃ済まないはずだ。警戒した方がいいぜ、ガキどめ。まだらめが出たぞ。くそ、わしはあのまだらめだぞ。お天を開けば満員御礼のまだらめだぞ。貴様らのような昔のガキが逆らっていい存在ではないのだ。まだ言うか。貴様に食い物にされた者の怒り、たっぷりと味わってもらう。いざ。私は大化マダラメだぞ。それが分からぬなら貴様らに見せてくれる。我が最大にして最高の妙技はな。な、あいつ自分自身を。なるほどな、贋作や複製はお手の物ってわけか。ヘルスナ、くらえ。なあ、おお、塗りつぶされて。有効な攻撃はあるが弱点も潰さないとな。ヘルスナ、ガスラミン、驚きかるめ。パンサー、もっともっと。もういいぞ、ボクセ。俺の代わりにバトンタッチでさらに攻撃だ。探すよ。そこか。おお、ジョーカーのクイーン。頼む、大丈夫か。やっちゃうか。ペルソナ、これでハンド、しっかりするんだ。
知らぬガキどもめ、我が怒りの炎で焼き尽くしてくれる。ガキめが、やめんか。育ててやった恩を忘れよって。黙れ、問答は無用だ。バトンタッチで彼はもう一人が俺だ。このペルソナ、わし蹴散らせ。これもお、いいぞ。そして我は何時てペルソナ、はっ、ありがたい。ありがとう。パザー防御力がガタだからね。彼はもう一人の俺だ。そんな脅しでひるむとでも思うのか。貴様ら許さん。風に翻弄される塵のように跡形もなく消え去れ。大人を怒らせたら我ながら惚れ惚れする。貴様ら許さん。我ながら惚れ惚れする。なんだか様子が変だぞ。これはなんだと。このわしがしくじったというのか。なんて稚拙な。これが貴様の本当の実力というわけか。贋作作りすら失敗するとは。これ以上俺を失望させないでくれ。やってる。奪い、ヘルスラー。まだ終わらないぞ。我は何時くれ。レベルアップだ。その技でまた頼むぜ。我が輩の魅力がまた増えたな。この技早く使いたいものだな。
真の芸術など誰も望まんのだ。欲しいのは分かりやすいブランドだけ。わしだって被害者なんだよ。そうだろう？言い訳かよ。美術界は所詮金の世界。金なしではのし上がれない。なあユウスケ、お前ならわかるだろう。金のない画家は惨めだぞ。もう戻りたくなかっただけなんだよ。外道が芸術の世界を語るな。お前はもう終わりだ、このおぞましい世界と共にな。助けてくれ。命だけは、命だけは。現実の自分に帰ってこれまでの罪を告白しろ。全てだ。殺さんのか。約束しろ。わかった、わかったから。あやつは来ないのか、あの黒い仮面の。黒い仮面？誰？まさかパレスに我が輩たち以外の侵入者がいたってのか。ダメだ、急げ。乗れ。なあユウスケ、わしはどうしたら。なあ、優秀の美くらいせめて自分の作品で飾れ。ユウスケ。おい待ってくれ。なあユウスケ、ユウスケ。目的地が消去されました。不審に思われても面倒だ。早めにここから離れよう。ユウスケ行くぞ。ああ、さようなら先生。